こんばんは、作曲家のコオロギです。2021年5月の半ばにベリンガーのスタジオ M っていうモニターコントローラーが発表されてて、それ見たら機能的に過不足がなくてなかなかいいなと思ったんですよね。でも今5月の末なんですけど、まだ日本で発売されてなくて、いろいろ調べてたら、実はマッキーのビッグテクノブパッシブっていうモニターコントローラーが元ネタの製品だっていうのが分かったんですね。まあ値段はベリンガーの方が安いんですけど、まあ数千円ぐらいしか変わらない値段なので、じゃあオリジナルのマッキーの方でいいじゃんってなりました。でまあ今回何の話かというと、モニターコントローラーの話をします。オーディオインターフェースのアウトプットとモニタースピーカーのインプットの間に挟んでボリュームを操作するっていう機材です。まあモニターコントローラーってそこそこ重要だと思うんですけど、そこまで話題になってないですよね。まあ実際のところそんなに話すことはないんですけど、最近ちょこちょこ SNS でパソコンから急に大音量が鳴っちゃったみたいな話を聞くんですよ。そういう事故を最小限にするためにもモニターコントローラーはおすすめです。というわけでいろいろ話していきます。まずモニターコントローラーを導入する理由ですね。安全にボリュームをコントロールできる、便利にボリュームをコントロールできる、複数のスピーカーを切り替えられる、複数の入力を切り替えられる、ヘッドホン出力を増設できる、ミキサーより音質面で有利。まあ以上が大体の理由ですね。で僕自身モニターコントローラーを導入するかっていうのはかなり悩んだんですよ。モニタースピーカーからの出音って音楽の制作にとっては一番大事なところなので、オーディオインターフェースとモニタースピーカーの間に何かを挟むってのはどんなものであっても確実に音質は劣化するので、なるべくは間に挟みたくなかったんですよね。でもモニターコントローラーを間に挟むことによって、パソコンとかインターフェースとかデジタルの領域で問題が起きても、モニターコントローラーはアナログなので確実に瞬時に信号を遮断できるんですよね。そういった安全面のところが導入の一つの動機になりました。で次に操作のしやすさですね。オーディオインターフェースについているボリュームのつまみって小さかったりとか、トルクが軽かったりするんですよね。あとインターフェースの場所によってはつまみ自体が物理的に遠くなっちゃったりすることがありますよね。ボリュームコントローラーなら手元でしっかりしたつまみでボリュームをコントロールできると。あとは一応オーディオインターフェースの方でもサブモニターの切り替えができたりとか、外部からの入力も切り替えられたりするんですけど、モニターコントローラーを使うと複雑なルーティングをしなくてもアナログのボタンでパチパチと切り替えられる。あと複数のヘッドホンを使う人はヘッドホンの出力も増設できると。あとはミキサーでも機能的には同じことができるんですけど、特に音質面を考えるとモニターコントローラーの方がいいと思います。特に RME のファイヤーフェイス UC みたいなマスターボリュームに不安があるオーディオインターフェースにおすすめです。僕はファイヤーフェイス UC を使ってるんですけれども、一応メインのボリュームのつまみはついてるんですけど、かなり頼りないんですね。ノッチ式でガタガタしてるし、つまみは小さくて軽いんですね。さらにつまみ自体がスイッチになってて、このスイッチを押すと操作するパラメーターが切り替わるようになってるんですけど、突発的な何か大音量とかが出たとして、このメインのつまみで操作しようとしたら焦って間違ってボタンを押しちゃって別のパラメーターを操作しちゃうとか、そういうことが起こっちゃったりしそうなんですよね。リモートで RME のトータルミックス FX というソフトを操作できる ARC というものも持ってるんですけど、まあこれもこれでホイールがぐるぐる無限に回るんですね。パッと見で今ボリュームがどれくらいなのかがわからないし、やっぱりトータルミックス上のソフトでトラブルがあった時に大音量が出っ放しみたいな、そういうことがあるかもしれないなっていう、ちょっと僕怖がりすぎなのかもしれないんですけど、そういう理由で ARC で操作するのはヘッドホンのボリュームだけにしてます。実際に僕が使っているモニターコントローラーは SPL の2コントロールというものです。2系統のステレオソース入力、2系統のステレオスピーカー出力、モノスピーカー出力、2系統のヘッドホンモニター出力。前面パネルはソースの切り替え、スピーカーの切り替え、モノの切り替え、 DIM のスイッチ、あとクロスフィードというヘッドホンで聞くときにサウンドを調節するボタンがついてます。あとはヘッドホンの端子とボリュームが2つ、中央にでっかいノブが1つです。このノブのトルクが若干重めでちょうどいいんですよね。あとはこれはアナログのノブなので、今ボリュームがどれくらいなのかというのが分かりやすいです。僕はなぜ2コントロールを選んだのかというと、サブモニターと切り替えたいっていうのと、サブウーファーを使いたいということでこれを使ってます。あとはデザインもシンプルなところが気に入ってます。あとオーディオインターフェースとスピーカーの間に挟むモニターコントローラーに安いものを使うとやっぱり単純に音質が劣化しちゃうと思うので、音質面で妥協しないものにしました。それがこの SPL2 コントロール
です。まあどっちにしろ何かしら挟むので音質的には確実に劣化はするんですけど、最小限にはなってるとは思います。機能的に足りないところっていうのはないんですけど、ただヘッドホンの端子からノイズが入るので、ヘッドホンはオーディオインターフェースに直差ししてます。あとサブモニターは今はミニジャックのものを使ってるので、ヘッドホンの端子にミニジャックを挿してサブモニターを使ってます。ということで今回はモニターコントローラーの話でした。突発的に大音量が鳴っちゃう事故を最小限にしたいとか、手元でスムーズにマスターボリュームを操作したいっていう方におすすめです。ではまた。